はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、あるセブンイレブンの配送ドライバーの人が給与明細を公開してるぞーっていうことで、ね、話題になってるんですけど、その金額があまりにもやばすぎるぞーっていうことで、ね、話題になってるんですよね。なので今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、こちらの動画なんですけど、52歳男性セブンイレブン配送ドライバーの給与明細ということなんですけど、これ動画なので横に流しながらね、こんな感じで見ていくわけなんですけど、まず最初ですよね。出勤日数が19日、出勤時間が217時間で、基本給が11万5500円。っていうような、超基本給安いじゃんみたいな給与明細になってるんですよね。で、他にもですね、無事故手当がついたりだとか、洗車手当、ここら辺はドライバーのね、手当になると思うんですけど、普通残業時間57時間、深夜残業時間37時間とかがついて、最終的に、支払われた金額っていうのが、こちらですね、総支給額が23万4000円になるわけなんですよね。めちゃめちゃ給料安すぎるだろうっていうことで、ネットではね、話題になっていたわけなんですよね。むちゃくちゃ働いて残業もむちゃくちゃしてんのに、なんでこんなことになんだっていうふうにね、言われてるんですけど、そもそもセブンイレブンの配送ドライバーといっても、セブンイレブンが雇ってるわけでは多分ないと思うんですけど、セブンイレブンのね、店舗向けの配送、求人サイト、こういうのを見ていくとですね、それぞれ地区によったりだとか、セブンイレブンに配送する会社っていうのは、運送会社で別にあるわけですね。もちろんこの中の会社だっていうわけではないですけど、今回の給与明細がね。とはいえ、セブンイレブンに配送して、こんだけ働いてるのに、給料安すぎるだろうっていうことで話題になってるんですよ。52歳男性のね、配送ドライバーの給与明細がーって。で、ネットの意見もね、見ていくんですけど、普通残業手当の時間単価が1104円、深夜残業手当の時間単価が226円って、最低賃金にも満たない深夜残業手当とはーって、これどういう計算なんだろうね。深夜残業手当はプラスで払われてる金額っていうことになるのかな。とりあえずかなり働いてるっていうのには間違いないと思うんですけどね。他には分析して申し訳ないんですけど、217時間勤務で残業時間57時間なら160時間勤務を基準にしているんですよね。そういうことになりますよね。それで基本給11万5000円って、基本給を時給換算すると720円弱。これ大丈夫なんですかっていうことで、法的にもやばいんじゃねえのっていうふうにね、言われてるんですよね。最低賃金の問題とかでね。とか、他にはですね、こちらの意見とか、元セブンのドライバーやけど、朝5時出勤で18時まで手取り20万ちょい。それなりに肉体労働だぞって。雨の日に会社指定のカッパ、自腹だからみんな持ってないしか着れないからきつかった。あと速度オーバーで反省文書かされてた。ゴミだよあんな仕事っていうことで、その時働いてた様子の証拠写真なのか、こんな写真をね上げてたりもするわけなんですよね。マジでやべえぞっていうことが言われてたり、他にもなんでこんな人件費削りまくってるのに弁当クソ高いんだよっていう風にね、セブンイレブンに怒ってる人とかもいるわけなんですよね。この給料が安いっていうのは運送会社が安くしてんのか、セブンイレブンに指摘が入ってたりもするんですよね。他にも配送ドライバーでめちゃくちゃきついのに、この給料じゃ少なすぎる。こんなんじゃなり手がいなくなるぞ。工場の単純作業でもこの場合は稼げるところを探せばいくらでもあるからよっていうことで、あまりにも安すぎるぞ、少なすぎると。こんなんじゃなり手いなくなるぞっていうふうにもね、警告されてますね。とか、他には残業57時間、深夜残業38時間で手取り18万っておかしいだろうって。手取りの金額で見ると17万5000円とかになりますからね、いやいややばすぎだろっていうのがね、言われてたり、他には残業手当なければコンビニでアルバイトしてた方が高級なんじゃないのかっていうふうにね、言われてたり、他にもドライバー不足じゃなくて、ドライバーじゃ家族を養えないからドライバーにならないのですよっていうふうにね、言われてたりするんですよ。近年ドライバー不足だってよく言われてますからね、こんだけ稼げないんじゃ家族も養えないぞっていうふうにね、言われてたりしたり、元の投稿のね、リプライの中にも人手不足じゃなくて給料不足やろこれっていう風にね言われてたり、給料が出されてねえだけじゃねえかっていう風なことだとか、絶望的金額、基本給少なすぎですよね、この倍なきゃまともな生活できませんよっていうことで、あまりにも安すぎるって、他にも基本給が安すぎる、いろんな手当で総支給を上げようとする会社はあまり信用ならないですっていうことが言われてたり、トラック業界の基本給はこんなのが平均ですわ、別に驚くことではないですがこれはトータルで安すぎですねということで、そんなにおかしいことじゃねえぞとかも言われてるんですよね。さすがに安すぎるだろうっていうことでね話題になってるんですけど、配達の人あんな一生懸命に物を下ろして店内まで運んでるのにこんなに安いのかって、日本の給料マジどうなってるわけ、ベースあと20くらい上げてマジでっていうことって、ドライバーの給料だよね、日本の給料というよりやばすぎだろうって、7万円も残業してるのに17万って、年金プラス保険税金でマイナス6万、会社も個人も頑張ってるが何か釈然としないわーって、いろいろとお金が持ってかれてるこのマイナス6万が理解できないみたいな感じのこともありますよね。他にもリスク高い割に給料安いからドライバーになろうと思わないよねって、手積み手下ろしでこれはきつい、うちの会社も給料さほど高くないけど他の配送を経験してきた中で一番楽な配送だぞって、誰もが知る荷主様を怒らせない限りは最高かもなーって、やっぱり配送業者によってもその状況環境とか違うみたいですね。他にはこれで人手不足と言われてもって、いやもう人手不足って言う前にまずは給与出してやれよっていう風にね言われてたりだとか、他にも背売れだけじゃないやろうけど大会社の関係の仕事が発給ってしょうもない、ここで言えばセブンイレブンもあんだけ YouTuber やらに宣伝してもらっておいてケチなのしょうもないやねって、これセブンイレブンから直接お金が出てるわけではないと思うんですけど、もっと現場の方にお金が流れてほしいよねっていうね気持ちは分かりますね。とか他には基本給が絶望的すぎるということで基本給安すぎだろって言われてたり、ウーバーかタクシーのうんちゃんした方がはるかに儲かるよっていうことで、最近タクシーのね高額な求人情報とかも見ますからね、めちゃめちゃ稼げるよみたいなことがね言われてたり、他には雇用保険の率が昔ですね広い動画かなって、これ嘘じゃねっていうような意見とかもあるんですよね。保険料割合踏まえると昔の東北あたりだぞっていう風に言われてて、雇用保険のところがね、ここの、どこだっけだ、ここにね数字が上がってるんですけど、この比率から考えて結構昔じゃねえかというふうに言われてるわけなんですよね。仮に昔だったとしてもこれって安いと思いますけどね、10年前とかの話だったとしてもちょっと安すぎないっていう話にはなりますよね。他には総支給額が23万4812円、基本給が11万5500円、この安さは運んでるもの、日用品などの常温か冷蔵品か冷凍品でも違うらしいけど、安いなこれって最近の迷彩かなって、今時25万にもいかないルートドライバーってあるのかな、信じられないけど。で基本給がどう見ても安すぎ、どう見ても10年前だよなっていうことで、10年前ぐらいの安さじゃねって言われてるんですけど、10年前であってもちょっと基本給とかが安すぎるような気がしますけどね、元光的には。そりゃさこんなしんどい仕事をして安い給料ってなるんだったら配送ドライバーの人手不足っていうのもそれは進んじゃいますよね。ということで今回はセブンイレブンの配送ドライバーの給料明細があまりにもやばいぞっていうことで話題になってる、そんなお話でした。皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。